こんにちは、増渕幸代です。私は今回茨城県石岡市にやってまいりました。そしてお邪魔しているのは森木です。今回いただくメニューはこちらです。メガ盛りカツ丼になります。美味しそうです。ちょっともう早速いただきますね。もうね、やっぱりカツからいきましょう。お箸でこれ多分切れちゃうやつだよ。多分これちょっと力入れたらカツ切れちゃいますよ。うん、うん、甘じょっぱい感じのカツになってて、カツにね、だしが染み込んでるからお肉が柔らかいんですよ。あ、これ本当に美味しい。最初森木さんちょっと喫茶店風なんですよ。だからカツ丼って思ったんですけど、あのね、ものすごい美味しい。おかんの味って感じだよ。またこのね、タレが染み込んだご飯が、これもうほんと美味しいわ。でも全員が好き、子供からおじいちゃんおばあちゃんまで。見てこれ、ここ私の一番好きな脂身玉です。歯がいらないんじゃないかってぐらい柔らかいですね、お肉が。これ多分私にとったらスイーツですね、完全に。このきつね色のね、玉ねぎね。うん、でもほらちょっと結構ちゃんと食感は残ってるから、うわー、うますぎる、たまらん。いや、ちょっと開始10分であまりの美味しさにもう半分食べ終わりました。黄金比で完全に、醤油、砂糖、まあ、かつご飯のバランスが全てにおいて完璧ですね。これね、付け合わせがすごい豪華なんですよ。この卵スープ美味しい。この昆布の佃煮がついてるっていうのがちょっと珍しいですよね。このだしご飯にのっけて、うん、最高、美味しいな、合うな、めっちゃ美味しい。このきゅうり漬け具合が完璧なのよ。いいな、近所に森木欲しい、毎日来るよ、うまっ。ここ実はね、カツ丼の他にもメガ丼っていう種類のものがありましてですね、スタミナ丼、鶏の照り焼き丼、親子丼、すべてね1500円という。しかもさっきお母さんに1500円って安すぎませんって言ったら、いやちょっと高いわよぐらいなね、口ぶりでいやいや安すぎるからこの量で1500円は安すぎるから。あっという間に、あっという間に23分でカツ丼をあのですね、本当に今回申し訳ない、ちょっと本気で食べ過ぎて全然コメントを言えなかったっていう、反省してます。カツがすごい柔らかいの。では最後の一口一切れいただきたいと思います。いただきます。うん、うん、ふん。ということでペロリ。全然食レポできなくてすいませんでした。あのね、カツ丼ほんと美味しすぎたよね。本当に一瞬も止まることがなかった。皆さん本当にこれはぜひ味わっていただきたいですね。ね、皆さんも好きなメガ丼を食べに来てみてください。ぜひぜひぜひ。私はやっぱ一押しはカツ丼かな。ごちそうさまでした。